今回は先日アップロードしたカレー動画に対していろんな質問が来たので、それにお答えしたいと思います。この動画に来た質問です。まだ見ていない方は概要欄を先にチェックしてから動画を見ておいてください。今流れている字幕に改めて解説を加えて、その中で時々質問を挟みながらお答えしていきたいと思います。この動画でもわからない場合はさらに質問をいただいて、それに答える第2弾も考えておりますので、わからなかった方はまた質問をしてみてください。まずはいきなり玉ねぎを炒めるのではなく、まず最初に肉を焼くことから始めてください。焦がさないようにしてこんがりと焼き色をつけたら取り出します。でここでコメントですが、真似しようと思ったけど玉ねぎの切り方で断念っていうコメントがありました。その時は特に切り方を矯正しているわけではないので、普通にまな板を使って切っていただければ大丈夫です。忙しい仕事の合間にまかないを急いで作っているので、こういう作り方をしています。質問1、玉ねぎ、人参、じゃがいもを入れた後、それぞれ何分ぐらい蓋をしてどのぐらい炒めていますか？時間の目安を教えてください。まあこういう質問をいただいたので、結構こういう疑問を持っている方が多いと思いますので、もう時間を決めてしまいます。家庭用のコンロ、 IH、 ガス、いろいろあると思いますが、それぞれの野菜を中火で1分半炒めてください。そして蓋をして3分弱火で蒸してください。でこれをやりながら焦げないように様子を見てください。そして何回かカレーを繰り返して作っていく中で、自分で火加減が分かってくると思うので、それに合わせてやってください。じゃがいもはこの動画ではちょっと特殊な切り方をしていますが、普段家でやるときは人参と同じぐらいの大きさの乱切りにしてください。このじゃがいもの切り方に興味がある方は、ぜひ概要欄を見て参考にしてみてください。この切り方でもまた味が変わります。この動画を見ていると、ささっと炒めてやってるように見えますが、編集で結構動画をカットしているので気をつけてみてください。質問6ですが、先ほどお答えした内容とかぶっているので、そちらを参考にしてください。あとこの状態は焦がしているわけではないので、勘違いしないようにしてください。質問に、蓋をするときは水750とありますが、この動画も750でしょうか？はい、そうです。分量通りにまずは作ってみてください。強火にしているのが原因か、古いタイプのコンロで弱火にしているとしばらくしてすぐに消えてしまいます。最後までほぼ強火に近く15分も煮て大丈夫でしょうか？この場合はですね、強火はさすがにまずいので中火にして15分煮てください。ここでもう一度言っておきますが、肉を炒めた後からは絶対に強火にはしないです。それだけを守っていれば大丈夫です。
ちょうど似ている感じはこの火加減、今見ている動画の火加減が最大の強さですね。絶対にこの火加減より強くならないように気をつけてください。質問2の続き、半分で蓋をする場合、箱にある15分で煮込むとかなり水分が減って野菜が水の上に浮き上がっている気がする。この状態だとちょっと火加減が強かったのかもしれないです。火を弱めて作ってみてください。ルーを溶かすときは必ず火を止めてください。ごく稀にダマになったり溶けきれなくて残ったりする場合があるので、それを防ぐためです。それと混ぜるときの道具も重要です。必ず木のヘラかゴムベラを使ってください。浮き上がって盛り付けるときは別ですが、混ぜるときにレードルなどを使うと野菜の表面を傷つけてしまいます。そうすると特にジャガイモはでんぷん質が流出してザラザラ感が出るようなカレーになってしまいますし、野菜に傷がつきます。そうすると全体的にボテボテしたようなカレーになってしまいます。これで質問に対する答えは終わりです。この動画を見てもやっぱりわからない方や、この部分がどうしてもわからないという方はコメント欄にぜひコメントしてみてください。またコメント欄に書くのが抵抗がある方は直接メールをしていただいても構いません。メールアドレスは概要欄に記載してありますので、そこからご質問してみてください。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。どうぞ楽しいひとときをお過ごしください。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。